イル軍の射撃訓練、ユダヤ民族軍事機構は、ユダヤ人の武装組織。ヘブライ語の略称、エッツェルもしくは、英語では、組織名の最初の部分を取った、イル軍と呼ばれるのが、一般的。ちなみに、イル軍とは、ヘブライ語の一般名詞で、組織、機構という意がある。異臭部の軍事組織、ハガナーから脱退した対アラブ強硬派により、結成され、そのため、 ハガナーベートとも呼ばれた。シオニズムの中でも、領土の拡大維持を重視し、理想主義的な修正主義シオニズムの流れを組む。そのために、現実的なシオニズム本流の指導部からは疎まれ、また危険視すらされた。エテェルは1931年に創設。指導者は、ゼーブジャボチンスキーであったが、彼の死後は後に、イスラエル首相となるメナヘムベギンが後継者となった。 パレスチナ内戦及び第一次中東戦争では主流派ハガナーによるアラブ人住民追放計画の一端を担い、デールやシー事件などアラブ人住民の虐殺も起こした。ハガナー主体のイスラエル国防軍への指揮系統統一に反対し、最終的に国防軍に制圧された。ありがとうございます。